ラインはトゥルー。あなたは信じる？巷に転がる都市伝説入手損。もうさ、でもさ、そういうことばっかり言ってるから、ちょっとボーカルの座も MC の座も安に取られるみたいなことになってるよ。恐ろしすぎるだろ。会議で出てるから、スタッフの間で。怖すぎるわ。はい、ということで僕たちザ・サイレントドッグがお送りする週刊都市伝説ニュースのお時間がやってまいりました。こちら裏側ではですね、小屋スタジオの方がですね、週刊都市伝説ニュースをやってるんですけども、その本家小屋スタの都市伝説では扱いきれないような、ちょっとポップでライトな都市伝説をですね、Vlog の方でお届けするという風な趣旨でございます。まず一つ目のニュースから参ります。国連の AI会合開催。AI ロボット、人間に反抗はしない。何ですかそれは。はい、これも気になるニュースですよね。国連の専門機関の一つである国際電気通信連合、通称 ITU っていうのがあるんですけど、6日と7日、スイスのジュネーブで、AI for Good。AI を見てよくしましょうねみたいな、そういう銘打った大会が開かれたんですけども、大会には世界各国からの最新の AI 機器が展示されましたと。中でも注目を集めたのは、7日に行われた AI ロボット VS 記者による記者会見。すげえ面白くないですか？そんなんですね。そう、今までね、その AIVS 囲碁とか将棋とかチェスみたいなのは頻繁にありましたけども、それっていうのは勝敗がはっきりしてるじゃないですか。そうですね。パターンとかねありますし、でも記者っていうのは情報の正確さを抜けば表現力とかさ、取材力とかディベートみたいな感じ、そういうものなんで、なかなかちょっと AI がって難しいと思うね。その情景とかさ、わからないわけだから。そんな気にしますよね。そう、 ITU によればおそらく世界で初の試みだろうということも確かに聞いたことないね、今までね。記者会見には9体の人間型のね、ロボットが出場。で、その開発者と共に出席し、世界から集まった記者団とのやり取りを繰り広げていくということなんです。はい。以下がですね、ちょっと会見の一部内容になります。はい。記者がですね、これは難しい質問かもしれないが、AI を持った人型ロボットは政治的に人よりも立派な指導者になるだろうか。というのも、我々の人間の指導者は、とにかく破壊的な決定を下すのが問題だからだ。で、それに対してね、ソフィアというこちらのね、ロボットがいるんですけど、はい。ちょっと、怖いんだよな、ちょっと。本当だ。そう。確かにな。このロボットがですね、じゃあ、ズラをせめて被らせといて。そうですよね。確かにな。なんか、つるっぱけだ。なんでそこだけ予算削ったの？何かあったでしょっていう。で、このソフィアがですね、人型ロボットは人間の指導者よりも、より効果的に指導する可能性を秘めていると思います。私たちロボットは人間のように偏見や感情で物事の決定が揺らぐこともなく、また多くのデータを素早く処理して最善の決定を下すことができるからです。AI らしい回答っすよね。そうですよね。そりゃそうだよね。だってもう、どんな質問でもさ、チャット GPT のパパパパですぐ答え出してくれるから、その感覚でずっと会話してたら困るよ。人間だったらさ、なんか問いに対して、ちょっとなんか、んってこう、悩んだりとかさ、目が泳いだりとか、いろんなその視覚的な情報や間合いから、あ、この人ちょっと嘘ついてんじゃないかなとか、ちょっと大げさに言ってんじゃないかなとか、人を笑わせようと思って言ってんだなとか、いろんなことは呼び取れるわけだけど、機械がやってたらさ、ちょっとそれがわからないというか、そう、答えは確かにわかるんだけど、意思疎通は取れるのかなって思っちゃうんですよね。対話として成り立つのかっていうね。そう。で、やっぱりさ、国っていうのもさ、僕たちが大好きなワンピースのね、コブラ王もアラバスタ王のね、国王も言ってましたけど、人なんですよ。国とは人なんですよ。それでやっぱりその AI にできるのかなみたいなことがあるんですけども、じゃソフィアは大丈夫、任せて、あなたたちうまくやりますよって言うとるわけです。じゃ自信あるじゃないですか。ね、どうですか、ミオンはこの例えばね、会社のイクシマルドットクムっていう会社の社長も一応イクピネス大天使っていう女の子をやってくれてるわけですけども。明日 AI になったら、AI イクピネス大臣どうします？イクさんがもう丸々 AI に変わるってこと？そう変わります。でもイクさんは AI じゃない人間らしいところがやっぱりもう僕もそうですし、みんなも好きだと思うんで、そこはちょっと寂しいなって思いますけどね。でもソフィアがね言うにはその方がいいんじゃないのってことだから、それはあるんですけどね。だからもう本当にイクピネス大天使がもし AI になったら、ミャンの明日付けで懲戒解雇にした方がいいでしょうとか言ったら、あ、じゃあ僕もね、オーナーとして、あ、そうなのかな、合理的な判断、やめてください。で、AI の助が賛成ですって言って、何の助さんまでなってるんですか？演者もなってるから、俺らも多分遊びになってるから。他にもですね、AI が人の職業を奪うということについて問題となった、グレースというですね、名前の看護師の服を着たロボットもこういうふうに言ってるんですよ。なんか、インチキ寿司屋みたいな。確かに。私たちは人間の補助として働くので仕事を奪うことはありません。こういうこと言ってる漫画大体裏切るんですよ。そうそうそう。結局。わかるんですよ。ね。しかもね、背景なんやねん。これ確かにズーム、うん、ズーム入ってねこれ。ITU では AI ロボットたちは身振り手振りや表情も豊かで、時には口ごもることもあるんだって。人間っぽい。さっきね、僕なんかそういうなんか目の泳ぐ感情みたいなのって言ったけど、ちゃんとプログラムされている。あんのそれも。そうなんですよ。人間に近づいていることは確かだなっていう。それ確かにそう思うよね。だって、ロボット一応目もついてるから、目がカメラだったら、うん、僕らの方の情報も常に記憶して、この人には笑った方がいいんだなとか、なるほど。悲しい素振りを示せた方が相手に伝わるなっていうのを覚えていっちゃったりすると学習するよね。これがやっぱ AI のすごいところやな。ですね。はい。まあそのうちロボットの言い分にもう説得させられるような日が来るかもしれません、もう。ちゃうか。そうだってもう AI が言ってるのがそうじゃないってなっちゃってんじゃん今もなんか合理的に正しいみたいなね、そうなっちゃってるんですよね。まあロボット自身がそのシンギュラリティを否定してるわけですけども、俺はやっぱちょっと怖いな、 AI ってやっぱ学習しちゃうから、うん、そうですね。ねえ、まずそもそもシンギュラリティって何か説明できますか、みょんさん。シンギュラリティ自体ちょっと分かんないんですけど、よく言われるのが人類をね、機械とか超えちゃうっていう地点のことですよね。人類を機械超えちゃう。人類を機械が超えちゃう。人類を機械を超えちゃうっていう感じの人入る、人入る、まあそういう感じの日のことですよね。 TikTok で無限に見るけど、まあシンギュラリティって技術的特異性という意味なんですけども、人工知能や機械学習などのテクノロジーが急速に加速することによって人間の知能を超えてしまうという段階に達することを指すんですよね、簡単に言うと。でそれが2045年頃に起きるというふうに言われてるんですよ。今回のニュースではロボット自身はそれを否定してるわけですけども、技術が発展することでプラスに働く部分もあれば、よく言われるその AI にのっとって変わられる時代が来るということで、雇用がなくなり、技術への依存が懸念されるということなんですね。困るね、そしたらね。大変ですよね。ね、もちろんいい部分もめっちゃあるんやろうけどな。そういう時代になったことがないか分かんないね、ちょっと今ね。まあ未知の世界ですよね、そうそう。続いてのニュースです。TikTok が音楽ストリーミング市場へ参入ということで。はい、音楽ストリーミングといえば何を思い浮かべますか？Apple Music とか。はいはい。Spotify とか。もちろん YouTube Music もありますよね。はい。しかし TikTok の市場参入により、状況に変革がもたらされる可能性が指摘されております。やおやおや。はい。当初 TikTok Music は、ユニバーサルミュージックグループ、ワーナーミュージックグループ、ソニーミュージックなどの大手レコード会社と提携していましたが、特に10代の若者にアピールするために TikTok 動画で流行った曲をユーザーが見つけられるように、曲の推薦やパーソナライズをされたサービスを提供するようです。確かにこれね、提携してる会社が最初少なかったんですよね。使える曲も少なかったりして、その所属してるアーティストでもアーティストによってダメだよとかもあった。それが近年、例えばですよ、B'zでもYouTube ミュージックで聴けるようになったりとか、サザンオールスターズでも iTunes で聴けるようになったりとかっていう、どん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 アーティストが時代に合わせるようにこうなってきたわけですよね。だから例えば ABEX とか入ってませんでしたけれども、それも使えるようになっていったり、そういうことが頻繁にこう起こってくるようになるわけですね。でもただですね、これあくまでも噂ね、都市伝ですけど、 TikTok は以前から個人情報を抜いてね、まあね、他に流用してるみたいなことね言われますから、音楽を通じてね、いろんなことを市場を広げるってことは昔からある手口ですから、果たしてね、手放しでそういう喜べるのかどうかみたいなことはちょっと一回考える必要があるわけなんですけどね。実際にね、2019年2月、 TikTok が13歳未満の児童の個人情報を保護者の同意を得ずに収集していることが判明してます。あら、今回の TikTok の音楽産業への参入は TikTok のユーザー拡大のみではなく、そういった個人情報の収集が目的としているのではないかということなんですね。なんでこの13歳未満の児童のって思うか知ってます？気になる、めちゃくちゃ。これね、僕なりの考察なんですよ、あくまでも。理由2つあると思っていて、そう、今の親の世代の行動をチェックするためと思う。なるほど。13歳の子供が対象じゃなくて、それを見させてる親ってどんな感じなのか。間接的にね。そうだ。なんでかって言ったら、広告自体はお金が発生してこそじゃないですか。だからその商品のバナーをクリックして、そこで商品を購入しました。購入するのは親なんで、子供が見てるもの、子供の心理状態っていうのが、親がどういうふうな家庭なのかっていうことを分かるために13歳未満に絞ってるんじゃないかっていうのが僕の考察なんですよね。そうで、あともう一個は、13歳未満の児童が今後の日本を、世界を作っていくからですね。そうだから、高校生や大学生をもしターゲティングにしてたら、何が今流行ってるかじゃもう遅いんよね。何が流行ら流行るか、もしくは何を流行らせるかを13歳未満の行動や思考をチェックすることによってその流行を作り出していくことができるんじゃないかと思った。確かに、ね、なるほど。そう思うとめちゃくちゃやっぱ頭いいですね。ですね。そういろんなことをこっそりね、情報収集しちゃってるんじゃないのっていうのはやっぱ必然的に思っちゃうよね。それって普通の企業でもさ、購入者にアンケートを取ったりいろんなことをしていた年代とか地域とかを測定してマーケティングをちゃんとやってなるべく売れる商品を作ったりするわけよ。それはデータを分析してね。じゃあデジタルってやっぱそれが容易にしやすいよな。俺ねすごい聞いてなるほどなと思ったのは、よく T カード持ってますかとかポンタカードはとか7個持ってますかとか聞かれるじゃないですか、コンビニね、コンビニで。あれなんで聞かれるかって知ってます？わかんないですね。これね、表向きにはちゃんと聞かないとトラブルになるから、例えばもうポイントって後付けできないから、その時聞かれなかったけど、ポイントつけてよ。後でクレームを言われないために、そこで言うっていうふうに表向きは言われてるし、まあそれは実際そうだと思うんやけども、はい、実際のところ、レジ打ちしたことがある人はわかると思うんだけど、はい、その家庭とお客さんの年齢をね、入力する欄がある。聞いたことありますか？そう、39からとか、28からとか、まあ、でもこれがざっくりしていて、実際わかりにくいっていうのと、見た目とかで、実際にめっちゃ若いけどめっちゃ老けてる人とか、いるじゃないですか。だから正確な情報は取れない。でもそれはカード1個ピッてやるだけで登録者情報が登録されてるから、正確な年代が分かるんです。そっか。そうだから情報を収集させるためにポイントは存在してるんです。確かにこれめちゃくちゃ頭いいと思うな、っていうように本来はユーザーがお得になるようにという趣旨で与えられているものが、いつの間にかそのマーケティングに貢献して、まあ、情報を取られてるっていうのはおかしいよね。自分で情報を入力してるから。まあそれはそうですね。そう。だけど、意図しているものっていうのは実は裏側には違う解釈があるということを皆さん覚えておくとね、いいと思います。これはそうですわ。はい。続いてのニュースです。はい。大物 YouTuber のチャンネル登録者激変ということで、これね、僕たちの関係あると思うんですよね。YouTuber ですからね。まあ、平フラと言ったら平成フラミンゴですけど、イベント出演をめぐるトラブルで炎上し、チャンネル登録者数を減らしているコムドット。僕も一応山本君友達なんでちょっとね、ずつないんですけども。ですよね。先日23日以降の登録者減少はですね、合計12万人に達しました。12万人も減りますから、小池 Vlog 潰れます。いや、穴子も潰れます。一緒にね。規模は違えどさ、やっぱり100万人を超えているとは今見てる400万人ですけど、12万人がね、この2週間ぐらい減っちゃうっていうのはもう恐ろしくないですか？やばすぎ。他にもスカイピースのチャンネル登録者が2月から10万人減ってるんですよね。こちらもそうで、これは今年2月10日に、加藤ノアちゃんとね、交際を発表したことが原因じゃないかって言われていますけど、まあ、そんなことはねアイドルとかにもあることじゃないですか。まあまあそれはそう。交際発表したらちょっと人気下がる、ロスがねあってね。はい。でも YouTuber ってそういうことがないから YouTuber なとこあったと思うんだよな。まあ結構それを祝福するのが、YouTube の文化みたいなとこあったけど、結構リアルに減っちゃうんだな。ですね。交際発表後にはね、その証拠として1万人増加してるんだよちゃんと。そうで482万人となって、それ以降は最高時から10万人減ってるんで、なんかちょっと違和感あるよなこれって。そうですね、幅がありますよね。その間に。まあということで、同じような理由で僕たちチャンネル登録者数が減るということは、まあ多分ないんだけども、こういった事象、いつでも起こりうるということですよ。で、レオンなんかはね、彼女いますって公表しましたけど、別に人気が、そんなことないか。なんてこと言うんだい。今回の事象は、どちらも実際に起こったことが話題になって、登録者数の減少とかに発展してるわけだけども、まあ現代は全ての情報のまあ正誤ではなく、その情報の面白さや興味関心を持たれているかというように焦点が当てられていますよっていうことが言えると。というようにですね、何が正しくて何が間違いかなんていうのは実際分かってなくて、それよりも拡散の中、リツイートの数やいいねの数が正義みたいになっちゃってるわけですよね。だからワンピースというところの勝者だけが正義だみたいになってますけども、フォロワー数とかいいね数が正義になっちゃってるんですよ。だから勝者みたいになってるんですよね。だからこのインフルエンサーが言ってるから間違いないでしょうとか、数が多いから正しい情報言ってるでしょみたいな勘違いをされやすくなっちゃってるのっていうのはちょっと一種ね、フィルターバブル現象が起こってんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。ですね。本当に必要な情報が隠されて、不必要なものばっかりがもう表向きに出てるっていうことなのかもしれませんしね。これはですね、SNS の発達が原因というふうに思うんですけども、この風潮が大きくなればなるほど、個人個人の発言っていうのは自由が大きいようで、実は周りの目を気にしているということにもなるよね。いいね数が多い意見とは逆のことを言ったら炎上の対象になっちゃうから。そうか。なるほどな。そしたら今度もう発言できなくなっちゃうんだよね。やっぱね。続いてのニュースです。エリア51に高さ100メートルの巨大モノリスが突如出現という。モノリスってわかりますか？やったことあります。いろんな形があって、で、テンテレレンテレテンテレテンテって音に合わせてこうブロックがねどんどん落ちてって、で長い棒を間にピッて入れて全部消えるのがもうめちゃくちゃ気持ちいいんですよ。テトリスなのよ。それテトリスなの。泳がせたね。ボケもちゃんと消えましたけども、これテトリスなんですよ。うまいな。はい、ミョンさんモノリスしてます？こうやってどんぐりを食べに行く小さい小動物のことですね。ピーターペティグルなんか言ってますけど、言いましたね。はい、これ最後の都市伝説ニュースになるんですけども、先日の行ってみたい都市伝説の海外編でもお話ししたんですが、エリア51っていうのがありまして、これは未確認生物の目撃情報であったり、墜落した UFO が運び込まれてるんじゃないかと噂されていたり、宇宙人とアメリカ人が密かに交流しているなどの噂が飛び交っている、アメリカネバダ州に位置しているアメリカ空軍試験訓練場内の一区画のことを指しているんですが、とにかく UFO の聖地とも言われてるわけです。研究してみたらね。で、その噂の絶えないエリア51に、なんと高さ100メートルの巨大モノリスが出現しました。で、モノリスっていうのはこういうなんかね、謎のこう金属棒みたいな。なんか銀の、あれそれでかいやつ。こちらなんですけど、もう上空から見てもめちゃくちゃわかる。これ影長いでしょ、これ。もう、映りまくってますよ。これね、いつできたのって話をまずね、この手が。そうですね。エリア51に立つ謎のモノリスについて多くの議論が巻き起こっていまして、で、この建物はですね、エイリアンの技術を生かして作られた航空機の監視装置であるという見解を述べている人もいますし、他にはこのモノリスは実在しておらず 3D ホログラム技術で浮かび上がらせたものであるなど、まあ、たくさんの憶測が飛び交っています。どうですかモノリスの出現。いや今聞いて思ったのは、そのただミステリーサークルって昔あったんですよ。あれなんかその急に畑とかにね、意味深なこう模様が出現するみたいなやつ、あれ結局なんか人がやってたらしい。人がやってるんですよね、あれね。そうだから種明かししてもう僕ら作ってましたみたいなことあったんですよ。でも一時期は本当になんか宇宙人がやったことだみたいなめちゃくちゃブームになって盛り上がった時期あったと思うんで、その類なのかもしれない。そうだよね。もしかしたら、そういう本当ホログラムとか、なんか技術が発達してね。確かにね、ミステリーサークルも同じで、一夜にしてできるっていうところがポイント。そうなんですよ。そう、これ時間をかけて作ったわけじゃなくて、寝てる間に朝起きたら田んぼに、ものすごいでっかいルフィが。ルフィがね。ルフィがいてる。すごい。でもあれ、ハニーでしょ？いや、違う違う。ハニー。それは、青森の田舎館村の、田んぼアート。あ、違う、違うの？はい。それ、僕と高橋さん、仲間がいるようなところで行きましたけど、違うの？違う、それミステリーサークルじゃないんですよ。じゃあ、歴史アートで、はい、村おこしやってるんだよ。はい、ゴムゴムの UFO の跡地かもしれないね。それあれかもしれないけど、どっかにね。見たいですけど。ということで、このモノリスも、でっかい建物、金属片が別に立ってること自体は不思議じゃないんだけど、一夜にしてできたり、急に地図上に現れてそれが怖いね。これがやっぱすごいミステリー感をね、醸し出してるわけだよね。わかります。はい。いや、これみたいなモノリスね。ある日突然ね、ミョンの家にもモノリス立てるかもしれないもんね。家潰れちゃいますけどね。邪魔ですよね。今週のミョンのやらかし。はい、先日公開されたインワンダーランドの振り付け動画をツイッターに公開しましたが、一部振り付けが抜けておりました。大変失礼いたしました。ということで、今週の週刊都市伝説ニュースは以上です。いかがでしたでしょうか。良かったですね。どのニュースが一番良かったですか。AI のね、つるっぱげのやつ。あれが印象的でしたね。ソフィア、そう。ソフィアもね、まあめちゃくちゃやっぱいいじゃないですか。何回聞いたか俺。空を見上げてる泣き出しそうな空を。ソフィア違いですね。AI じゃなくて歌手の方ですね、それ。バイ。そういう終わり方？